文化系トーク YouTube グランパンパースです。この動画はね、あのランくん、古家ランくんの話が中心になりますね。はい、あの熊本タクトプロジェクト、あの熊本放送の方で、あの、ね、HKT48 の田中美久さんと、それから芸人さんのエブリバディさんと一緒にね、あの出たトークイベントがあったので、そちらの話を、アイキャッチ後にしたいと思いますね。はい。で、アイキャッチの前に、これはあのね、あの共有しておきたいなというか、結構直近で共有したい情報ですけれども、今日がね、23日勤労感謝の日ですが、11月のね、11月24日付のあのアンアンですね、あの雑誌のそちらの方のメイク企画に、あのランくんが出ますということです。こちらがランくんのあのショート動画も上がっておりますので、まあそれも楽しみなんですが、あのまあオンラインチケットね、ズームの方で買いまして、それであの見てました。今日がね、たまたま仕事が休みだったものですから、はい、とても助かりました。アーカイブが残るか残んないかちょっと本当にわかんないので、一応まあそんな感じなんですけれども、まああの内容に関しては今からアイキャッチ入れまして、その後で触れさせていただきます。ではアイキャッチ入れます。はい、というわけであのアイキャッチ入れましたので、あのトークイベントね、あのお疲れ様でしたランくんということと、まあその前にまずは神戸の公演ね、あちらがお疲れ様でしたというところにもなりますけれども、いやー忙しいですね本当に。うん、まあそんな感じで良い感じなんだと思いますが、何しろね、レイちゃんとのねトークイベントもありますからね。なんかあれですよね、結構タレント的な活動が多いのかなっていう感じに最近はなっておりますけれども、まあやはりでもね、ミュージシャンというかね、まずはデビューというところを目指して行ってもらいたいなっていうところもありますけれども、まあ今回はともかく、まずね、あのトークイベントですけども、非常にあの、とっても良かったっす。迷ったんですよね、何しろあの、まあもともと今日がね、仕事がね、あった予定だったんで、そこがたまたま、亡くなったのでね、おかげさまで見ることができました。まあ亡くなったって言っても、バラシとかそういう話じゃなくて、単純にあのね、あの仕事日がチェンジしただけの話なんですけれども、まあおかげさまで見ることができましたよ。結構前から楽しみにしておりました。で、あの田中美久さんは HKT48 ということでね、もともと AKB 関連もちょっと追ってた時期もあるのでね、あの知ってましたし、まあ田中美久さんに関してはあのすごくね、いい子だというふうに思っておりますし、まああのその話は今回やめとこう。田中美久ちゃんはいい子です。はい。そして、エブリバディさんはあれなんですね、クリティカルヒットでおなじみの方だったんですね。あの、NiziU のミーヒがやってるのを見てましたけれどもね、昔、あの、TikTok でね、あの、あ、この人たちかって思いました。正直、あの、芸人さんがあまり知らなくて、非常に売れている人たちだということなんですが、全く知らない状態でおりまして、なんか恥ずかしいなと思いましたが、しかし、これ気にしてね、やはりエブリバディさんもね、すごく、そう、すごく良かったんですよ。まあね、まあもうあれだ、アイキャッチ入れたからいいんですけど、あのね、男性女性のね、コンビのね、男女コンビの、まあ、あの芸人さんでございますけれども、あのね、タクトさんね、男性の方、ザストミンですしかもめちゃくちゃザストミンでした。なんていうかね、もう本当にあのレイちゃんとかの話から、もういろんなところがなんていうか、もうザ・ファーストを見ていたら、そうそれそれっていうところが本当にね、わかるし、何しろ魂の熱い男だなっていうところも感じましたし、あと実はそのランくんがあれなんですよね、いわゆる王者コートっていう風にコメント欄でも流れておりましたけれども、一番最初にザ・ファーストで一番最初に着ていたコートを着てたんですよ。まあ、リモートで今回出演っていう形で、直接熊本には行けておりませんので、まあそういう形もあるんだけど、それでリモートつながりでそこにやってきたらしいんですけど、そこもすぐに気づいてたっていう話でね、それもあるし、他にもいろいろとね、そう、レイちゃんに対して、そのランくんがダンスを教えてるところとかって話もあり、あと、タクトさん本人が熊本出身だからっていうのもあって、で、本当にね、しかもランくん見て、それで、ダンスをレイちゃんに教えてるところっていうところから、まあ、惚れ込んで、そして、まあ、同じ熊本出身ってことで押すしかないっていう形になって、それこそランくんを応援していたということで、で、本当にね、いろんなこと語ってたんですけれども、なんかクリティカルヒットのネタとかで、まあちょっとこうチャラい感じの人なのかなって思いきや、もうそんなことは全くなくてね、やっぱ火の国熊本の人だからってことなんですかね、本当に熱い男ですね。うん、
で、非常に本気でザ・ファーストをリスペクトしてくれてて、スカイハイさんのことも含めてリスペクトしてくれているのも分かりましたし、で、正直私が勉強不足で、まあ、田中美久さんとラン君出るし、エブリボディさんはあんま知らないけど、とりあえず見とこうぐらいな感じだったんですけど、結果的にやっぱりね、さすが芸人さんだなと思うんですけれども、あの2人がいらっしゃらなかったらね、特にタクトさんいらっしゃらなかったら、まあ何ていうか、まあいらっしゃらなかったらっていうか、いらっしゃったおかげでめちゃくちゃ楽しいトークイベントになりました。やっぱ芸人さんってのはね、すごいですね。そう思いました。で、ラン君の方もね、いろいろこうね、話を振ってもらって、まあ多少緊張をやっぱりしていた感じだし、リモートだからそのインターバルっていうかね、時差みたいなのもありますからね、まあ緊張はするでしょうと。ね、田中のミクちゃんもね、田中のミクちゃんってなんだ、田中ミクさんもね、ラン君に結構こう振ってくれたりとかしてて、それそれ、めちゃくちゃこれが意外だったんですけど、ね、田中ミクさんとラン君ね、小学校同じでした。これがやばいなと。なんか田中美久さんの方に、なんかお父さんの方が、彼女のお父さんの方が、そのラン君の話をしてたみたいで、で、ラン君の方も、美久さんのことを知っていたという形で、田中美久さんが、その当時、応援団長をね、応援団でやっていたっていう話で、当時だから小学生で一個、学年が下だったラン君が、見ててかっこいいなっていう風に思っていたっていう話とかね、そんなことですよ。うん。ね、まあそうですね、まああれなんですよね、田中美久さんに関してはまあ本当に14歳とか13歳ぐらいの頃とかの映像とか見たことがあるというか、まあその時ぐらいとかから知ってはいてて、まあ、知ってはいてて、まあ別にテレビとか番組見てるだけですけど、なんか幼いイメージがあったんで、まあ大人になったなっていう風にまず思ったのと、あ、そうか、ラン君の方が年下かって思ったりしたってところ、いやまあ当たり前ですけど、時って流れますよね。まあでもね、それも感慨深かったしね、まあ田中美久さんもね、非常にいい感じで、コメント欄見ててもね、やっぱりエベリボディさん、チョイさんもそうだし、チョイさんは神奈川県の方でね、で、その神奈川県の方からのそういう目線で、熊本っていうところの良さっていうものも語っているのもあって、特に熊本の方には、すごく、まあ、四者四様というかね、うん、あとアナウンサーの方もいましたけども、すごくなんか熊本の魅力が伝わったなって思うし、私の方にもね伝わってきました。ちなみにリモートの方はおそらく事務所なんでしょうけど、くまモンがいましたね。そういえばね、アンアンの方ではね、パンダをね抱えてましたが、今日はというかね、熊本とタクトプロジェクトの方ではくまモン抱えてて、なんかラン君はぬいぐるみと熊系のぬいぐるみと縁があるのかなと思ってね、私もまあ一応熊は好きですけどもね、ね、うん、この辺の耳触ると気持ちいいんですよ。うん、何の話してんだろう。ね、ラン君の方言とかも聞けたりとか、いろんな話も聞けましたし、まあ非常に良かったっす。あれでね、1000円でしたから配信チケットがね。まあ、とても良かったっすね。で、会場にも、熊本に住んでる方多分限定で、会場に行けた方もいらっしゃって、あっちではまた何かあったんですかね。とりあえず私は1時から3時までの2時間の間いてっていうか、配信見てて、それでずっと見てましたね。はい。で、まあコメントとかも流れたりはしてて、まあそういう感じだったんですけれども、なんかまああれっすね、田中美久さんとかエブリバディさんが喋ってる、話されてる時にランク映してみたいなコメントがちょっとあってちょっと思ったけれど、その後誰かがちょっとね、注意したというか、注意喚起みたいな感じの一発やったらすぐになくなったので、まあそこは荒れずに済んだというか、自浄作用が働いたなっていう感じではありましたので、良かったです。まあコメントに関してはあまり見ないでおりましたけれどもね、でも途中ぐらいからはコメントを見ても大丈夫だったというか、もう全く問題なかったんでね。で、まあ田中美久さんとエブリバディさんも好きになりましたっていう形のことも言っておりますしね。うん。まあ、そう。やっぱね、エブリバディさん良かったですね。クリティカルヒットのネタもそうだし、まあ、会話がまず面白いなっていう、二人の会話ね。うん。それもあったし、だから、特にね、タクトさん今後押すって人も多かったしね。うん。非常にいいと思います。あれね、でもね、見てたらね、それはまあタクトさん押すしかねえぜって思うだろうなって思いますよ。私も正直全然知らなかったけれどもね、ちょっと押そうかなっていう感じになってますからね。そしてさっきもあれでしたけど、やっぱり火の国熊本のね、男たち女たちなものですからね、もう魂が熱くて目標も高いぜっていう風に思いましたね。うん。非常にこっちもね、熱量パワーをもらいました。
はい、そんな感じで良かったっす。まあ今日が休みでまず良かったっていうところと、トークイベントもね、もう予想してたの3倍は良かったっすね。まあ予想してたの3倍良かった理由としては、まあラン君や田中美久さんの存在もそうだけど、エブリバディさんがね、非常に良かったっていうところが結構でかいなっていうところはありますね。はい、まあそんな感じで非常に良い感じでした。というわけでね、今後もぜひくまモンとテレビさんにはね、ランくん中心に出てた皆さんをごひいきにしていただければというふうに思ったりもしますしね、本当に皆さんお疲れ様でございました。はい、ではよかったらチャンネル登録お願いいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておく。グランパンパースでした。